普段志高校生活。こうして会うのも久しぶりだな。みんなどうしてた？ふん、俺は西原のおかげで一皮むけたよ。え、初めて小見間に行ったんだ。誤解する言い方しないでよ。あ、悪い。お前らはどうしてたの？私と上田は夏祭りに行ったわよ。花火大会も楽しかったですよね。俺は海行ってきたよ。少し焼けちゃった。あ、俺も。え、俺も花火大会とか海に行く BL 本を買って読んだぜ。だと思った。あー、でもいいな、花火大会とか行きたかったな。珍しいね、グッチ、そんなリア充みたいなこと言って。あら、行ってくれたら一緒に行ってあげたのに。いやいや、そうじゃなくて、ほら、そういったイベントことってナンパ多いじゃん。ナンパ目的でやってきたけど失敗して、仕方ないから俺たちくっついちゃう的な BL が見れるのかもしれないだろ。花火を見ろよ。はあ、グッチは揺るぎないな。仕方ない、佐賀だから。ん？いや、まさか、そんな。いや、夏休み終わってもまだ暑いっすね。そうだな。中村くん、その靴新しいっすか？かっこいいっすね。ああ、やっとお金貯まったからこの限定モデルシューズ買っちゃった。へえ、いくらしたの？3万ちょいかな。はあ、3万ってばっかじゃねえの。じゃあグッチが昨日買ってた本は？現在商業で活動中の方の二次創作時代の同人誌、プレミアついて6000円です。元値は400円です。あー、でもその感覚わかるっすよ。前に夏物の可愛いトップス見つけたんすけど、あ、可愛い。こんなペラペラで、しかもあとせいぜい3ヶ月しか着れないデザインで4000円、買うべきではないなと諦めたその帰りに、オンリーの新刊6000円分買っちゃいましたもん。そう。ところで2人の目的地ってここなの？おう、ではまた後ほどここで。ラジャ。なんで別れんの？同じ同人誌買うんじゃないの？俺は一体どうしたら。ごめんごめん、お待たせ。おかえり。って、あれ、すごい見てた割に買った量少ないね。ああ、ほとんど18禁だから買えないんだわ。心はもうすでに大人だってのに。いや、多分それ気のせいだよ。Yeah.